皆さんこんにちは。 Windows 版 Fimora バージョン 12.4.7 が登場。ユーザーさんからのリクエストを多くいただいていた、より自由で簡単なテキストアニメーションを実現する新たなモーションツールや、編集効率をアップするキーフレームのコピー、 YouTube への動画投稿を Fimora だけで完結させるサムネイル設定機能など、便利な新機能が搭載されました。今回は特に注目の5つの機能の使い方と活用シーンをご紹介しますので、チャンネル登録と通知をオンにして、ぜひ最後までチェックしてくださいね。 Fimora 12最新バージョンは概要欄の URL から無料でダウンロードできるので、アップデートして体験してみてください。テキストアニメーションがパワーアップ。早速新機能を紹介していきます。一つ目はパワーアップしたテキストアニメーション機能です。テキストの開始、終了、中間のアニメーションを個別に設定することができるようになりました。使い方はとても簡単で、タイムラインに配置したテキストを選択、編集パネルをベーシックからアニメーションタブに切り替えると、このような表示になるので、インで開始アニメーション、アウトで終了アニメーション、ループで中間のアニメーションを個別に選択することができます。それぞれ再生時間のスライダーを調整することで、アニメーションの速度を変更できます。この機能を使うと、テロップ演出、文字 PV など文字を動かして動画を盛り上げたいときに簡単に動きを設定することができます。特にループアニメーションでは、今までキーフレームを使うしかなかった動き続けるアニメーションをワンクリックで簡単に設定できるので、便利な上に時短になります。ぜひ活用してくださいね。キーフレームのコピー&ペースト。動画や画像のクリップに設定したキーフレームのコピー&ペーストができるようになりました。キーフレームを設定したクリップを選択して、コピーしたいキーフレームを選択。この状態で右クリック、キーフレームをコピー、ペーストしたい箇所に再生ヘッドを移動して、右クリック、キーフレームを貼り付け、でコピーしたキーフレームをペーストできます。再生してみると、前のキーフレームが反映されているのが分かりますね。複数のキーフレームをコピーしたい場合は、シフトキーやコントロールキーで複数選択してコピー&ペーストすることもできます。さらに同じクリップ内であれば、キーフレームのコピー&ペーストはベーシックだけでなく、マスクや AI ツールの項目、色の項目にも対応しています。また多くのエフェクトのパラメータもコピー&ペーストすることが可能です。複数のキーフレームをコピペして動き全体を繰り返したいときや、繊細に作り込んだキーフレームで違うクリップに同じ動きをさせたいときにも活躍しますね。ステッカーと GIF の長さ調整。タイムライン上のステッカーや GIF の長さを延長することができるようになりました。ステッカータブに収録されているステッカーやインポートした GIF のクリップをタイムライン上で必要なところまで伸ばすことができます。元の尺よりも伸ばしたステッカーや GIF は自動的にループ再生になります。例えば背景ステッカーの長さが足りないとき、GIF アニメーションをループ再生したいときには、クリップの長さを自由に伸ばして使えるので、従来のようにクリップを複製して並べる必要がありません。尺がバラバラな複数のステッカーや GIF を1画面で使いたい場合も管理しやすくなりますね。YouTube のサムネ設定。 Fimora 上で動画のサムネイルを設定すると、直接 YouTube にアップする際にも反映されるようになりました。プロジェクト情報パネル上かエクスポート設定画面上でサムネイルを設定することができます。ここで設定するサムネイルはタイムライン上のシーンから選択することもできますし、 PC 内に保存したファイルを設定することもできます。この状態でエクスポート画面を YouTube に切り替えて、お持ちの YouTube アカウントと連携してアップロードすると、チャンネルの方にもサムネイルが反映されます。
動画に指定するサムネイルの作成はテキストやステッカーなどの編集機能とスナップショットでできるので、公開まで全てがフィモーラで完結できるようになりました。サムネイル作成の方法やアイディアを紹介している動画もあるので、こちらも合わせてチェックしてみてくださいね。描画マスクのペン先拡大表示。描画マスクのペン先がリアルタイムで拡大表示されて、きめ細かなマスクの作成が可能になりました。マスクを適用したい画像や動画のクリップを選択して、編集パネルのマスクを選択、ペンツールを選択すると自由な形のマスクを作成することができますが、この時にルーペ表示が追加されて、ペン先の位置を細かく確認することができるようになりました。これによって複雑な形に切り抜きを行いたい時もリアルタイムで画面上の境界線を確認しながら操作が可能な上に、一度作成したマスクを調整したい時やキーフレームを設定したい時にも表示されるので、快適かつ高精度にマスクペンツールを活用できます。以上、 Windows 版 Fimora バージョン 12.4.7 に搭載された新機能を5つ紹介しました。他にも調整レイヤーのクラウドバックアップ、文字起こしや読み上げ機能の対応言語の追加、エフェクトなどの検索履歴機能など、さまざまな機能がパワーアップした最新バージョンの Fimora は、概要欄の URL から無料でダウンロードしてアップデートすることができますので、ぜひ体験してみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。 Fimora チャンネルでは Fimora ユーザーの皆さんからの質問を募集しています。お気軽に YouTube 動画のコメント欄や公式 SNS でご質問ください。この動画が役に立ったら、チャンネル登録、グッドボタンをクリック、通知をオンにして最新情報もゲットしてくださいね。それでは次回もお楽しみに。